れね、たまたま見た、その後に見たやつで、やり投げの選手が遠投する動画を見たんですよ。その、やり投げのその、日本3位の記録持ってる女子の方と、その、ロンドンのオリンピックに出た方が、その、野球の遠投するっていう、YouTuber の人の動画を見たんですけど、で、あれめちゃくちゃ面白かったんですよね。いや、その、やり投げって、その、重いものを綺麗に投げるっていう、その、運動能力を持ってるので、遠投しても、めちゃめちゃ球綺麗に飛ぶんですよ。女子ってソフトボールじゃないですか。野球じゃなくて。で、その、やっぱ女の人の球の投げ方って山なりなんですよ。要はその、投げ方をちゃんと分かってない人って、やっぱボール山なりになっちゃうんですよね。で、その、ちゃんと力を指の先まで入れてまっすぐ投げると、ボールってまっすぐ飛ぶんですよ。で、その、やり投げの女子の人が、こんな感じですよね、みたいな投げてんのが、めちゃめちゃ綺麗にまっすぐ飛ぶんで、ね。で、その、男性はやるんだけど、女子でそれ見たことなくて、やっぱ、その、オリンピックレベルの人ってやべえなと思って、名前忘れちゃったんだけど、その、本当にまっすぐ飛ぶんですよ。要は、その、普通、まあ、その力だったりが、全身の力がちゃんとボールに乗らないと、やっぱ山なりになっちゃうんだけど、もしくはその下に下がっちゃうんだけど、きちんと力を乗せて、それをその力と回転をかけると、それがまっすぐ飛ぶって、男性は全然見たことなんだけど、あ、特産 TV だったかな、確か。そうそうそう。で、あれがね、やっぱ山なり女子、その、山なりじゃなくてやり投げの女子すげえなって思ったんだけど、で、じゃあ、なんで僕がそれを再生したかっていうと、やり投げ美女が遠投みたいなタイトルで僕クリックしちゃったんですよ。すいませんね。僕も男子なんでね。だからその内容が面白いかどうかっていうのは、今結果として内容面白かったよって話をしたんですけど、なぜクリックしたかっていうと、やり投げ、美女、遠投っていう、その3つのキーワードに僕引っかかったんですよ。なので、その、YouTube で戦うときって、タイトル超重要なんですよ。いや、その、タイトルでクリックして見るかどうか決めるわけじゃないですか。で、その後になんか結構なかったんですけど、3、40分の動画だったかな。っていうのなんですけど、でも、じゃあ、なぜ再生したかっていうと、タイトルなんですよ。なので、タイトル超重要なんですけど、なので、竹井壮さんはタイトルがいつも適当。これが多分再生されない理由です。ちなみに僕もタイトルは本当に適当なんで、人のことは言えないですけど。